ヒレレズはデンマークのシェラン島北部にある都市。人口は3万570人で国内に5つある地域の一つ、首都地域の中心地である。シェラン島ではコペンハーゲン、ヘルシンゲルに次ぐ第3の都市である。富裕な貿易と文化の街ヒレレズは市外のフレデリクス傍城で知られる。またワークショップや遊戯場に取り囲まれたヒレレズ知識、文化公園は 美術や音楽、演劇を兼ね備えた文化センターである。ヒレレズでは6割の市民が正社員で、そのほとんどは高い資質と教育水準を持っている。製薬、製造、教育といった産業が支配的で、北シェランビジネスアカデミー、ヒレレズ技術学校、ヒレレズビジネススクール、ヒレレズ工業高校、フレデリクスボー高校、ベック、ヒレレズ教員養成大学などの短期、 中期教育機関がある。デンマーク薬科養成大学、ファルマコンも市内に位置する。歴代のデンマーク王の居城フレデリクス坊城は、現在、一般に公開され、フレデリクス坊博物館と、国立歴史博物館が併設されている。広大なバロック様式の庭園もある。町の博物館では、ヒレレズの歴史が、常設展示されている。ボイラー室では、 特別展示がされる。2005年のテーマは、シェラン島北部の古代、中世史であった。アーベルホルト修道院は、セアウグスチの修道会の北欧最大級の修道院である。エシルソー修道院の改築のため、1175年から翌年に、フランス人の修道士アーベルホルトのギオームによって建てられた。彼は、この件で、 デンマークの大司教で政治家のアブサロンに召された。宗教改革後の1536年に土地は収容され、建物は取り壊された。一部のレンガはフレデリクス坊城の建設工事に転用された。エスルム修道院は1151年に建てられた、市東会修道院である。かつては複数の建物からなったが、今は一棟を残すのみで、 死闘会に関する常設展示がなされている。丸天井の通路にレストランが一軒ある。ヒレレズは北にグリブ賞、南にストーレディレハーベの森が控える。国内で2番目に大きい森であるグリブ賞の森は同時に有数の故障地帯でもある。フレデリクス傍城の宮殿もこの森に近い。これらの森林では鹿などの野生動物が見られる。ありがとうございます。